南に藻岩山を望み、豊平川の扇状地に広がる札幌市は、当時人口19万人余りでした。道庁が置かれ、北海道の首都としての発展を続けていました。かつての札幌農学校は、北海道帝国大学となり、農学部に加え、医学部、工学部、理学部を開設していました。広い校内に多くの研究棟が立ち並び、早くも総合大学の体裁を整えていることがわかります。大通公園の西の端に立つ高祖院です。北海道全域を管轄する上級裁判所で、大正15年に竣工しました。アカシア並木が続く札幌駅前通りです。市電が走るこの通りに面して、道内最初の洋式ホテル、札幌グランドホテルが竣工したばかりでした。大通りは防火帯としての役割に加え、花壇など公園の整備が進んでいました。町の中心部には木造家屋に混じって、鉄筋コンクリートの建物も見られます。駅前通りと南一条通りが交差する繁華街。三越百貨店前の賑やかな光景です。小樽は函館、札幌に次ぐ人口を抱える道内最大の商業都市でした。銀行や商社など重厚なビルが立ち並ぶ色内町の一帯は北のウォール街と呼ばれました。樺太や満州に向け大型船舶の出入りする小樽港です。昭和初期には取扱貨物も爆発的に増加し、石炭積み出し施設や埠頭の増築など港湾整備も進んでいました。海中の設備工事にあたる潜水埠です。函館は当時道内で唯一人口20万人を超す都会でした。昭和9年には市街の3分の1を焼失するという未曾有の大火を経験し、懸命な復興を進めていました。函館公園は明治12年に開園した北海道で最も古い公園です。青函連絡船は日に3往復、4時間半で函館と青森とを結んでいました。この松前丸は大正時代に長崎で建造された貨物兼用の客船です。レールを敷いた可動橋を連絡船に渡し、貨車を線路へ引き出しています。